ソフティング、皆さんにお知らせがございまして、ソフティを一旦リセットします。はい、なんか最近ですね、もう下ネタを言わなきゃ言わなきゃ、もっと下ネタを言わなきゃっていう、なんかおかしな感じになっておりまして、あれって、私何の YouTuber だったかなと、そのように思ってですね、一旦こう方向を少し戻します。はい、まあリセットまではいかないけどなんで私ね、こんな変な YouTube やってんのかなと、自分で自問自答しましたらですね、やっぱりこう YouTube をやろうかなってなった時に、やっぱりサーフィンの YouTube が、まあ自分がやってることなんで、まあ一番楽かなと思ってやるのにね。で、まあサーフィンの YouTube って言ったら、まあおしゃれな感じで、すごい映像もおしゃれに仕上げてとかね、なると思うんですけど、私ね、これ騙せないなと、最後までこれ騙しきれ、逃げきれないなと思ったんですよ。自分をそんなおしゃれに仕立て上げて、俺はおしゃれ人間なんだぞってね、常に洋服とかもね、かっこいい洋服を着て、言葉遣いとかもね、かっこいい感じにして、それこそサーフボードですよねそれこそサーフボードなんですけど、まあ決してソフティックがかっこ悪いとは言いませんよ。かっこ悪いとか、そういうなんかもう初心者みたいでダサいとか、そういうことは言いませんよ。けどなんだろうな、まあソフトボードでもおしゃれなやつあるじゃないですか。で、ああいうやつ乗ったりとかね、できると思う、全然ね。ただね、なんかね、なんか最後まで騙せないなと、本当は私そんなおしゃれ人間じゃないのに、それを最後まで騙し通せるかなと、みんなを逃げ切れるかなって思った時に、逃げ切れないなって思ったんで、もう最初からソフティ全開でいっちゃおうと思ってですね、そんな感じでソフティやってます。ソフティって、もう私もソフティの定義が何だか分かりません。はい、今日はね、スモールウェーブなんだと思います。ソフティング日和なんでね、行ってきます。レッツソフティ。まあ、大体スモールウェーブだと思うんですけどね、まだ真っ暗なんですけども、あとは音でね、もう全然大きくはないのは分かりますね。あとダンパーじゃないっていうの元でなんとなく分かりますね。ダンパーってこうね、一気にドーンみたいな音聞こえますもんね。さあどうでしょうか。なるほど。はい、前回ですね、なぜだかですね、こっち側のあのフィンが折れちゃってまして、で新しくつけたんですけど、特にあのフィンのこだわりはありません。家にあるものを、適当につけてきたという感じですね。足が冷たすぎる。やばい。スネサイズの波が来てますね。いいですね。
イルカちゃんたちが会いに来てくれてます。非常にスモールウェーブでしたね。まあソフティックだからね、これだけインサイドで遊べちゃったわけですけどね。はい、やってきました。非常にスモールでしたね。あと寒い、もう朝は5度、スモールサイズのね、なおかつインサイドで乗りまくるというね、考えられないプレイをですねしてきましたけども、この上がった時にねお湯を浴びるのがもう非常にこう命をつなぐというかですね、上がった時のお湯気持ちいいですよね。ウェット会社の人がよくね、お湯はいけませんよとかね都市伝説でしょあれ、なんかそういう口裂け女的な妖怪お湯だめおじさんみたいなこれ怒られんじゃねえかそれこそ怒られんじゃねえかな、女おじさん。だってそんな人見たことないでしょ、真冬に真水浴びてる人真冬に海から上がって真水をパーッと浴びる人、もう大体の人はもうほぼ熱湯に近いようなお湯をですね、このウェットスーツの中にもうタップタップに入れてタポンタポンにして脱いでますよね。だから都市伝説じゃないかなと思うんですよね。やっぱりそれはありえないというかですね、死にますよ本当に。あのそんな真冬の海から上がってね、その後真水を浴びるなんて死にますからチャンネル登録よろしく。はい、飯のコーナーです。はい、もう飯のコーナーです。リアルサーフ飯とか言ってましたけども、飯のコーナーですこれは今ねコンビニでサラダチキンね買ってきました。スパイシーで美味しいね。あとこれはねおにぎり、今日はご飯ですよお腹に練り込んでまいりました。でちょっとアルミホイルでねこう包んで、こう温かさをね少しでもこうちょっと保持したいなと。でまあ家から持ってきたお茶ですねこれね。はい、もうずっとチキンですね。おかげさまでね筋肉戻ってきまして、今ベンチプレスが 112.5kg を6回まで戻ってきましたね。それを3セット、スクワットはやっぱり 112.5kg を7回、それを3セット、まあ、そこまで戻ってきましたね。あと3ヶ月ぐらいで完全に戻したいなと。まあでも体重はね増やさない予定なんで、体重増やすとスクワットなんかガンガン上がるんですけど、あえて今増やしてないんでスクワットはそこまで上がんないと思います。ベンチプレスはね戻ってくると思いますね。懸垂はもうずっとね30キロ荷重して、もうずっと8回から10回ぐらいをずっとやってます。はい、私ねずっとウェイトトレーニングやってますんでね。はい、いただきます。わかります、この一口目で具が出てこなかった時の悲しみ、わかります。
ちゃんと筋肉つけたいんだったら、やっぱりタンパク質はね、多め。一食につきやっぱり最低でも15から20グラムは取った方がいいですね。でガチでやるときはもうそれプラスプロテインで、やっぱりプロテインで1杯だいたいやっぱりプロテイン20グラムぐらいあるんで、それを1日3回やると、そうするとだいたい体重ね60キロだとしたら2倍グラムですね、120グラムぐらいがだいたい取れると。まあそこまで今ガチでやってるわけじゃないんで、普通のお食事からこういう風に取りましょうということですね。本当にね、コンビニでそういう高タンパク食って充実したんですよ、ここ5年ぐらいで。それまでね、そんなコンビニの飯からタンパク質を取ろうなんて、そういう考え方には至らなかったですもんね。こんなのもなかったしね。もうそれまではやっぱりプロテインでしたよね、主力はね。今回のフィットネスブームね、すごい若者たちが盛り上がってるんで、当分終わりそうにないですね。でファッションとかとも一体となって流行ってるじゃないですか。だから当分終わんないんじゃないですかね。私がトレーニングを始めた頃はそんなもう本当にごく稀なキーの眼差しで見られましたからね。トレーニングなんかやってんだみたいな、変なのみたいな感じでね。ちょっと筋肉見せときましょうか、せっかくだからね。こうね、せっかくだから。はい、というわけでレッツソフティでした。